皆さん、こんにちは。ブラボー 1LT ハンター CPM3V、 これ私の宝ナイフなるんですけども、レッド&ゴールドタイガーテールメープルバールモザイクピンっていうことなんですよね。これにね、ロマンを感じてるのと、将来エゾシカを解体する時が来たら、私のファーストナイフにしたいなっていうふうに考えてるんですよ。で、それで画面いっぱいに大きいんですけども、これは私自身のね、メモリーで、にしときたいんで、動画を撮っているっていうのもあるんですけどね。皆さんにお見せしたいのと。で、こちらが、夫婦で鹿打ち。中三段着段ということで、これももですね。ももの部位は前ももと内ももが送っていただいてるんですけど、どっちがどっちだかね、いつも忘れちゃうんで、ね、後でゆっくり見るんですよ。肉ですよ。重いですからね。これ全部で10キロぐらいはあると思います。で、10月30日に撮って、てるんで10日間熟成させます。なので今3日4日弱ですよね。今日は11月2なので、あ、これはヒレですね。ヒレ2本ティンダーロイン希少部位ですね。これは熟成させないでもうこのまま食べれます。ただアウトドアでね、焼肉したいんで、これはちょっと冷凍しますね。冷凍して。これしか取れないんですよね。希少。で、ちょっとグロいかもしれないですけど、これ、もう触った感触、鹿タンですね、鹿タン。軽くお見せしましょうか。こちらも熟成させる必要はないですね。シース入ってるからね、25センチぐらいとかだと思いますよ、長さが。これも食べるときまでちょっと冷凍させていただきます、この2本は。このでかいのがね、多分画面にもう入らないと思うんですけど。これもももですね。一応お見せしようか。いい加減ももの部位を覚えなさいよっていうことなんですけど、こちらがセロース2本でかいですよ。画面に映らないんでね、これで中三段サイズですからね、ずっしりですよ。画面いっぱいにね、何センチあるんだろうね。20、50。ちょうど75とか80センチぐらいですね。なかなかね、こんな大きい切り身で見ることっていうのはなかなかないですね。これでね、栄養つけますんでね。ごちそうさまです。ありがとうございます。豊漁と安全をお祈りしてます。では、ありがとうございました。さよなら。